前科3番、893番、ちょいき太郎です。 本日のお話は名古屋刑務所改革最近ね刑務官が懲役を暴行するというね恐ろしい事件がね起こってねまあまあ別に恐ろしいというか前からずっとあったんですけどまあそれが昨今ねこういう社会世の中になってまあそれが噴出したということでしかもその加害側というのが若い刑務官であったということがまあ問題されて結構これ法務省も本気で改革っていうか改善に向けてっていうことだったんですが結果どう なったと思いますボディカメラをつけるとということになった、ねまあ一部も名古屋刑務所では導入されてるみたいですけどまあ結果そこなんだっていうことで私それ聞いてねいやまあそうか、まあ、このご時世だからそれしかないかってなるんだけどいやまあそういうことじゃないような気がするんですね。っていうか、まあ、私こんな言い方したらあの身も蓋もありませんけど刑務所でそういったような刑務官が、えー、懲役にあるいは 懲役が刑務官に懲役同士っていう暴行はなくならないと思います。無理だと思いますね。まあ、今の制度や仕組みじゃどうにもならないんです。あの、こんなことを言ってしまえば身も蓋もありませんが、学校や会社みたいに。まあ会社だったら途中入社ってありますけど、学校みたいに4月に入学して3月に卒業というカリキュラムでやっていくなら統制も取れますが、入ってくる時と出てくる時は違うという仕組みの集団を1000人単位でどうにかするっていうのは？ のに近いんですよ、ね、あのもうその時点でこう何もできないしそこで働かせるっていうことはまたもっと違うんですね、えー、であのその中でもうガチガチにこのもう強暴力的なことで恐怖で抑え込めばいいんですけど我々の時はそうだったんですよね。もうあの最初の 入った時にがお前たちに招待状を送った覚えはないお前たちは家畜以下だ部隊下だって、豚がいたんですよ、名犬に。部隊下だって言われたぐらいなんですよね。今、こんなこと言ったら大変ですよね。そういうようなところから、昭和の頃から入っていって、結果、まだその時のこれ、良くも悪くも、私たちもそれ、こんなこと、本当にトラウマになるようなことの話なんですけど、その指導をしていた刑務官たちも、そう指導せよと上から言われてて、そのまま何十年間も、 その刑務所の中で生活して、感謝と刑務所のそのままの洗脳された状態なんで、それを変えろと言われても変えれないですよね、だからこの方たちが体感していかないと変えれないわけで、ある意味、その刑務官の人たちも、そういう教育を受けて、そういう仕事をさせられてきたっていうことの被害者でもあるわけですよね、私はそう非常に思います、だって高校卒業して、よくわからない、まだその人間形成ができてない時から、そういうところで働くわけですから。 だからまあそこの人たちは帰れないですやっぱりよく聞くとそこのところが帰れないから上の幹部の人たちは転勤していきますからいいですけどこのいわゆる係長以下の。 方たちっていうのは、ずっとそこにいるわけですから。課長になると転勤になるのかな？まあ、そんな、もう忘れちゃいましたけど、そんな風なんですね。やっぱり、現場でいるその人たちが、やっぱり力があるわけですから。いろんな意味で、ただ、ここがまたややこしいのは、その人たちが一生かかっていく。階級のところに、キャリアの人たちは、最初からその地位で来るわけですから。それがもう二十代の若,若造ですよ。そこに敬礼をしなきゃいけないっていう仕組みっていうのは、ちょっと、これ、この今の時代。 でななっていくらなんでもなななっってていいううのは無理があるんんじゃないかなって思うんですよそうするともう上下関係がはっきりしちゃってるわけだから自分たちが見ててもまあもともと刑務官の担当の人を親父っていう呼ぶ言い方っていうのはいかがなものかと思うんですよただあのみんな言ってるんだけどガチガチのその本当にヤクザの人たちは自分に親がいるのにシャバになりなんなり自分たちの組を親父さんって親父がいるのに刑務官だろうが親父っていう 言い方おかしただその親しみをこえて込めて親父なんだけど親父と呼べる人たちと親父と呼べない人たちが出てくるっていうことなんですねそこの中でだからそこもまたあれなんでじゃあ少年刑務所みたいな二十歳から二十、まあ、歳だけじゃない10代から26歳未満のところの先生という言い方するけど先生ではないんですよね実はでもうこのボディカメラがつくっていうことは先生ではないです もう明らかにだって学校の先生がさボディカメラつけたらさ人間関係形成できないからはっきり言ってこのボディカメラをつけた時に思ったのはまあこれもう。 刑務官は人じゃなくても良くなるんだなっていうふうに思いましたね。だってそれだったら警備員さんでいいわけで、そのうちロボットがやればいいっていう職業になっちゃうんだな。だからそこになり手がいますかっていう話になると思います。だって高校卒業して背面してこの行くところの中で自分の一挙手一投足がこれはもう管理されてるようなところに行って、そんな職業,職業を誰がつきたいですかこれ。カメラで監視されてるようなところで自分の言動が全部記録されていくような それでじゃあものすごいあの月100万とか200万もらえるにはいいですよそんなことはないですよねそれはなり手は私は少なくなると思いますよやりたい職業じゃないですもんね これはそういうやり方しちゃったんだ、でもしそれを突き進めるなら、まあ、こんな発想は法務省では絶対ありえませんが、私なんかが思うのは、こういうもう刑務官の補助なんて、もう無期懲役の人たちにやらあのしてもらうしかないのかなって、だってなり手がいなくなりますよ、これ。無期懲役って、まあ、これ制度を全部変えてくるんだけど、無期懲役で、もう絶対出れないような人が、もう10年、20年か、20年無事故無違反であったら、もう刑務官の補助、でそのもう出れないけど、夜 だけは外出れますよとか GPS 管理でそれぐらいまあそんな現実的じゃないですけどそれぐらいやらないと刑務官のなり手なんかなくなっちゃうんじゃないかなまあ一部のところ警備員みたいな形で入ってるね民間反感半身のところもありますけどまあそんな無理だよって言うけどじゃあ誰がやるんですかってそんな仕事でそれで何かあったら怒られるんでしょこれもおかしな話でまあ刑務官の人たちをヤクザの人たちを一緒にしちゃいけないですけど自分で自分の首を絞めた っていう結末ですよこれヤクザの人たちもね自分で自分の首を絞めてこれだけきつい防体砲の網がかかってもうニッチもサッチも行かなくなっちゃってで現場の刑務官の人たちも自分で自分の首を絞めてニッチもサッチも行かないようにしちゃってたや刑務官と公務員ですけどたやもうあのはぐれ者のヤクザって反社会と同じ構造になっちゃってるんですよこれ不思議ですねまあ仲いいですからね刑務官とヤクザの人たちうん <laughs> そうなんですよねえまあ刑務官刑務所の中のこ一つの構造として結果 的なものは私がこうやってこう,こういういうにしゃべったりどうこうしているんだけど暴現役の暴力団っていうことで喋らせる機会もなければ話す機会も一度もなかったっていうことです10年ぐらいいますけどねい,いましたけどねあの教育の関係もその統括と言われる人たちも担当とかももうまともにしゃべる機会がないんですよそれはそうですよね構成する気もないっていう形になってるから構成プログラムも乗らないし満期出所するって言ってるわけですしで私はあんまり逆らわないんですよ全然逆ら 問題も起こさないから、これ、懲罰だとか、そういうことになっていくと、懲罰審査会だとか、いろいろ警備隊とか、そういう人たちと喋る機会があったのかもしれません、あるのかもしれませんだ、だけど、私、何にもしないから、そういう人たちとも、触れ合ったことがないですよもう担当と係長と、議官って言っても、あ,あ,あんまりそんな、議官の人はあんまり喋れないんで、結局、何にも喋らずじまいで、意見があっても,も、お前喋るないや懲役の言うことな。んて聞く必要もないし 何か改善するようなこともないしっていうことなんだけど私がこういて不思議に思ったのはこんなもん無理だとはっきり思ったのは私が最初に刑務所に行った時にはとにかく生産工場で収益を上げろたくさん製品を作れもう利益を上げろこの刑務所の中で私たちがいたところが一番生産的に高い月何千万も上げてるっていうような金属工場だったんですよそれを誇りに思ってみんな頑張って頑張ってやってるわけですよそこがもう一つ一つ体となる て事故もなく何もなく安全にってやってたところを何か急にまあ 世の中の中風潮でしょうね、えー、作業安全っていうことが一気に変わってもう効率よりも安全にってもう何にもできなくなっていっちゃうわけですよ今度まあ安全は分かります安全は分かりますそれはよこ世の中の仕組みだか,だから安全にっていうならそれね言うならもうここがもう第一の矛盾点が当時ですよ平成一桁ぐらいの時矛盾点があったのは作業で怪我をしちゃいけないっていうわけだから台車やこの上から吊るやつとかあるじゃない そんなものは入れてくれないんですよ。何十キロ以上持っちゃいけないって安全教育をするんだけど、それ持つしかないんですよ。ないんですもん、機械が。そんなもん上からつ、つってくれるクレーンみたいなものもあるわけもなく、結局人力でやらなきゃいけないわけですよ。いうことは、そういうふうだけど、シャバと同じ,じ道具はないわけですから。そんなん無理だよね。で、それを何,何人かでやったり、本当は見て見ぬふりして、本当は持っちゃいけないものを持ってやってるわけですよ。で、そうこうしてるときに、えー、東京高知 人人だったたたかなどっかどでで外国人の人たちが集団脱走したんですよそういう事件があったら、急にこれは保安上の安全っていうことでもう全部遮蔽物がないような。だって金属工場で遮蔽物がないって目の高さのところまでにしか物を置いちゃいけないっていうから全部解体ですよ。工場中、自分たちで。もう仕事ができないですよ、これ。 その目の上のものを棚の向かなくなるわけですから。まあ、それでやっぱり本気でそういうふうに自分でこの懲役をやってる間に、ああ、もうこれじゃあもうやれないって、こんなになったら他の工場に行くって言っちゃったりして、もうみんな気持ち的にもう落ちて、あの、懲罰に行ったり、もう飛んだり、喧嘩になったりって言って、くしゃくしゃになって自分がそれをぼーっと見ていた記憶がありますよね。だから、本当に上の方の一つの方針で全部変わっていっちゃう。 それが時に、まあそれはどんな会社でも学校でもあるんだろうけどそれがやっぱり刑務所だっていうことだから一貫して何かこういうものがあった方が いいですよね。だから私は懲罰もなくて同じ工場でずっと長くいました。こんだけ変わるんだっていうふうに思った記憶がありますね。まあ今はそんなことがないためにこの刑務所の懲役というものがなくなってね、懲役刑とこの禁固刑が一緒になるとかっていうふうになって、今その改革の過渡期なんですけど、生産をさせて刑務所で働かせるっていう行為がある以上、これはうまくいかない。やっぱり何か教育だとか仕組みだとか資格だとかって言ってますけど、じゃあ最初のうちは資格取るっていうことで、 なんですかそういう風にみんなの気持ちを持っていくはいいですよ最初はいいですよじゃあその資格を持ってシャバに出てその資格が有効的に使えるかって言ったらほぼほぼ無理だと思いますよこんな言い方したら身も蓋もない本人の力量なんでだけどそれをやって経てまた再販をした時資格取ったって一緒だよねどうにもなんないよね資格今更取ったってったら50過ぎてどこに就職できるんだって話がなるからどこにこのモチベーションを持っていくっていうこともあるんでただそんなことは正直言ってやっぱり本人たちの資質の 問題でで学校じゃなないいんだからどううしようもないですよもすねこれ若い人たちにはプログラムでいいですけどまあ私は生産工場にだから割と前向きな人たちが多いですけどそんな人たちはほぼほぼいなくて <laughs>。 ほぼ、みんな、もう別に何にもやりたくない。もう本当に、座って何か、に袋に入れてるだけ、ネジ閉めてるだけで、このモタコというやつで、それでいいという人たちがほとんどなんで、そうなんですね。まあ、刑務所でね、えー、YouTube 配信させてくれればね、ものすごい収益上げますよ、私。はい。<laughs> めちゃくちゃバズらせますけど、あの、ちょっとパソコン使える人と二人一組ぐらいにしてもらえれば、あっという間に世界配信して面白い番組作れますけど、そんなことは無理ですよね。だから、まあ、こういうような才能がある私の目も潰していくわけで、お前は黙っとけ。喋 <laughs> るんじゃないと。<laughs> そうだったですもんね、的確な質問するとき、も黙っといてくれ。頼むぞ。ね、言わんでくれ。だからその担当さんたちもかわいそうですわ。急に方針が変わる。こういうふうになるとかっていうようなことをあの言わされて、まあまあ普通の人は黙って聞いて、私は突っ込むわけです,すいません。それ,これどういうふうなんですか。ね、一番わかりやすい、これ何度も話しましたけど、避難訓練というあの金属工場で重装備ですわ。ヘルメット、それからあの革手袋、キャハンも全部つけて。今までのことだと、で、あの避難訓練っていうときには、 その運動場にに出る時にどういうわけか監修で、避難訓練ですって言ったら、もう重装備を解いて、整列して、こう、出ると。で、新しい、まあ、統括みたいな人たちがね、来たときに、それを見てて、お前たちはバカかつそのままでもヘルメットかぶって、そのまま出ればいいんだろうって言って、そうやって言てそりゃそうだよね。そりゃそうだよね。当たり前じゃん。ヘルメットかぶってるんだから安全じゃん。と。ただ、 やっぱりそういうものをつけて、その工場外に出るのはダメなんで、やっぱり。本当の規則としては。 それを所定の位置に置いて、きちんと管理して、点検してから出るっていうことはやらないといけないから、担当レベルではそんなことできるわけないですよね、怒られるの。ねこうやって言って、警備隊の対象とか怒られるこれ。え、どうすりゃいいの怒られてるのは自分たちが怒ってるんだよ、自分たちがどうこうできるわけじゃないからって、うお左さをしたのを評価しありますが、そんなことなんですね。刑務所ってそんなとこだ、びっくりしますね。もう防空頭につけていく、それがど、みんなこうやってやるものは、ヘルメットかぶってるんだからそれ、それを。 あの外して出なさい、まあ、実際、実際ですよ、んそこでみんなで行ったときに、本当に地震が来ても、自分ら出ることないよねって。<laughs> <laughs> 多分、運動場に出なさい。ないよね。ってそれは昼間工場にいるときそんな、そんなことはないよね。っていう話なんで、それぐらいの地震が来たときはね、だってこんなぺっちゃんこになるよねって。だって昭和、<laughs> だっ昭和のね、もう今どうなってるかわかりませんけど、私も。こんなの、だって自分たちが切ったり貼ったりしてるようなスレート吹きの工場なんで、耐震もクソもねえよなって思ってたぺっちゃんこだよねっていうふうに思ってたのはありますけど、まあそんなところでね、なんか新たなね、この 刑務所の、ね、改革っていう形になってみましたけど別にそんな文句言ってるわけじゃないんだけどなんかこれは刑務官の人たちがかわいそうだなこれは会刑務官それつけてやるかな自分がそれだったらずっと一日中自分の言動を取られてるようにそんなの署長とかがやりゃいいんじゃんまず社長が署長がね署長がやってみなさいよって話ですよ。やんなないいわな絶対にはい、以上です